アバーガベニー公爵は、連合王国貴族の公爵位。中世以来の貴族ネビル家の一門である17代、バーガベニー男爵ジョージ・ネビルが1784年に、除されたグレートブリテン貴族、アバーガベニー伯爵位を前身とし、5代アバーガベニー、ハクウィリアム・ネビルが1876年に、除されたのに始まる爵位である。ネビル家の宮廷宅であるキットブルックパーク。 1825年に一族の手を離れた。イングランド北部の有力貴族ネビル家の当主である、初代ウエストモーランド伯爵、ラルフ・ネビルの七男、エドワード・ネビルは、第三代バーガベニー女男爵エリザベス・ド・ビーチャムと結婚したことで1450年9月5日の議会召集令状で、バーガベニー男爵として議会に召集された。 この招集はエリザベスに由来する妻の権利と考えられてきたが、現代の理論ではエドワードが新規にノブされたものとされている。下って6代バーガベニー男爵ヘンリー・ネビルンが男子なく死去した際、貴族院はバーガベニー男爵位が一つの爵位であり、男系男子に限定される爵位と誤認し、娘メアリー・フェインではなく、重刑定エドワード・ネビルに7代男爵くらいの継承を認めた。 現代の理論ではこれは同じ名前の新爵位が創設されたものと解されている。この後もこの爵位は男子なく女子のみある場合に別の男系に移っているが、その都度同様に考える。デファクトで17代のバーガベニー男爵であるジョージ・ネビルは1784年5月17日の直居場でグレートブリテン貴族アバーガベニー伯爵とケント州における ビアリングのネビル子爵に助せられた。下って五代アバーガベニー伯爵ウィリアム・ネビルは、年1 8 7六年一月十四日の、直居上で、連合王国貴族、アバーガベニー公爵とルイス伯爵に助せられた。五代公爵ジョン・ネビルが生存している男子なく死去した、再、六代アバーガベニー公爵位を継承したおいの、クリストファー・ネビルは、バーガベニー男爵位を要求せず、 結果、バーガベニー男爵位は、彼の娘3人の間で停止したものとして扱われ、クリストファーには受け継がれなかった。2016年現在のアバーガベニー公爵も、この6代公爵クリストファー・ネビルである。しかし2016年現在のところ6代公に、生存している男子はなく、彼以外に、アバーガベニー公爵位を継承できる資格者もいない。したがって彼がこのまま男子くをした場合には、 アバーガベニー公爵クライとルイス伯爵位は廃絶することになる。一方アバーガベニー伯爵クライとネビル氏爵位は四大伯からの分流であるデイビッド・ネビルが推定相続人となっている。現当主クリストファー・ネビルは以下の爵位を保有している。アバーガベニー伯爵、公爵ネビル家系図バーガベニー男爵の代数はデファクトの代数。アバーガベニー皇尺位には 法定推定相続人も推定相続人もいない。ありがとうございます。